おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1234です。はい、今回紹介するのはですね、前回まで組み立てておりました、こちら、フレームアームズガールのビャッコ。ビャッコで読み方は合ってるはずです。ただですね、説明書の方向で見ると、まあ、前回までずっとビャッコビャッコって言って、書いてるからビャッコでいいんですね。フレームアームズガールビャッコって書いてるんで間違いないですね。一応ここのところにバイフーって書いてあるんで、これが多分中国語の読み方なのかな。ただこちらのところの説明書の方ではちゃんとフレームアームズガールでビャッコというふうにちゃんと振ってあるんで、ビャッコで間違いないみたいですね。はい、ちょっとこの部分がねちょっと怪しかったんで不安になったんですよね。はい、ということで一応前回まで組んでたこちらの可動範囲、あとは今手前の方にねずらっと置いてあります武装関係、こちらのね装着の方法をやっていきたいと思います。で、本来は特典パーツみたいな感じでこうやってありますけど、こちらの桃パーツですね、これをこちらのビャッコに取り付けて、この反対側に以前紹介したマテリアの足とかね、それをつけることによって、まああと腕も完全に交換すると、今これ武装状態っぽくなってますけどね、これではね、本当の素体モードみたいなね、そちらにすることができるんですけど、ちょっとね、片付けてしまったんで、ちょっと再現できないんで、これもできないと。で、もう一個こちらも同じくね、これを今度フレームアームズガールの別なのね、ビャッコではない、それこそマテリアとかの方にこうつけて、ここの先の部分に、ビャッコのこの足をつけてあげると、マテリアとかそちらの方に使うことができるパーツなんですけど、これもまた同じく閉まってしまったんで紹介できないという形になっております。はい、ということでまずは説明書の方では素体状態って書いてあるんですけど、私としてはこれはどっちかというと軽装状態じゃないかなと思っておりますので、一応こちらねちょっと軽装モードと呼ばせていただきたいと思います。で、こちらのまず基本構造が今まで紹介してきたゴーライから続くシリーズ、あとはフレズベルクとかね、そちらのシリーズとまた違う新しいパターンになってるんで、基本の可動範囲ですね、こちらからちょっとまたやっていきたいと思います。それでこちらのパーツを後でつけていくという感じにしたいと思いますんで、まずはこの辺のパーツを全部ザッと寄せてしまいます。そしてよいしょと、ビャッコ本体というふうになっております。ではまずこの状態でぐるーり回すと、ぐるぐるっと回すとこんな感じとなってます。はい、で髪の毛っていうかね、こちらに関してなんですけど、イラストだと上の方から徐々にピンクになっていくっていうようなカラーになってるんですけど、こちらは完全に真っピンクですね。まあこれはこれでありかなという感じかな。で、可動範囲いきたいと思いますけど、ちょっとこれね、後ろの方向にやっとかないと、ちょっと話がややこしくなるんですよね。一応これで左右はこれで動きますよと。はい。で、上がこうですね。ここまで動いて、下はここまで動きます。で、なぜこちらをね、後ろ髪を動かしたかというと、これ本当にまっすぐこうやってしまうと、肩に当たっちゃうんですよね、思いっきり。こう当たっちゃうんで、こう外にこう広げ気味にするか、後ろの方にこう動かしてあげると、可動域が広くなるという形となっております。で、次に腕なんですけど、腕自体はぐるり回ります。水平はこれぐらいですね。で、二の腕のここでロールが効いて、で、肘はここまでですね。ここまで曲がります。で、ロールはここで動くんですけど、実はこうですね、前腕のここの肘の部分でもこうやって曲げることができると。で、ここの肘関節に関しては肩の部分としっかりロックされている関係で、このジョイントだけグリッと回ってしまって、こう曲げるときに普通にこれが曲がりますけど、こうじゃなくてジョイントの向きが間違ってて上に曲げようとしたときにバキッて壊すっていう心配は一切ないって感じですね。こう動いてここでひねりが効くっていうね、だから2段階でひねれるんで結構自由度は高いって感じかな。で、手首はここのところにジョイントが入ってるんで、ここで動かすことができるよと。で、ジョイントの向きさえ変えてしまえば上下、最初の状態だと左右ですね、奥手前ですねに動かすことができるんで、まあいいパターンのものですね。で、左右同じような状態です。で、ボディがここのところですね、ボールジョイント、ポリのやつですね、これが入ってるんで、ここでグリグリ動かせます。ちょっと胸のこの辺がちょっと当たる感じがあるんで、そこまで広くないかな。反らせるのはいいんですけど、逆に内側でね、こう、こっち方向に倒すことはできないという感じかな。で、足が今この現状だと、前がこうですね。まあ、これでもう多分動いちゃってますけど、これぐらいですね。で、横がこれぐらいと。で、この状態で一段こう下げれるんで、下げてあげると、ぐっとね、はい、前にここまで動きます。で、足回りも、ここのね、根元の部分がただ単に軸で刺さるだけではなく、ちょっと引き出してみたくなってるんで、結構広く動かすことができるという感じです。で、ももはここでロールできるのと、この外パーツは
このもものね、この肌色の部分と下の部分の間に挟まってるだけなんで、ここを止めた状態でひねることもできるようになってます。で、外れましたね。このリボンパーツがかなり取れやすいです。というのも、ここの穴がかなり浅いんですよね。もっとザクッと入るぐらいね、深ければいいんですけど、ちょっと浅めなんで、ちょっと引っかかっただけでね、取れちゃうんで、ちょっと気になるポイントの一つですね。で、足はここまで、二重関節でここまで曲がります。あとはここの足首に関しては、まあ従来と一緒ですね。ここでグリグリ動かせます。つま先のみの可動はなしですね。はい、一応基本構造はこんな感じですね。まあ素体としてはやっぱり最初のゴーライから来て、もうだいぶね時間が経ってるんで、素体の出来としてはかなりレベルが上がってますね。で、ぐるっと回した後ろ側、肌色の面積が非常に多いですね。これも一つの魅力かなというふうに思います。で、やっぱり今この状態だと腕と足、これがやっぱり武装状態に近いというか、ほぼ武装状態のものになってるんで、ここの部分をやっぱりマテリアとか、そちらのやつと取っ替えてあげると、もっといい感じにまとまるっていう感じだと思っております。はい。まず基本の状態ですね。私の方ではこちらを、軽装モードと呼ばせていただきたいと思いますけど、こちらのね、可動範囲としてはこんな感じとなっております。で、手首パーツの交換は従来と同じですね。ここの部分をプチッと外して手首を交換してあげるっていうのは、いつもと一緒。で、表情パーツの交換に行きたいんですけど、これが今度ちょっと特殊になってまして、表情パーツ自体は2種類ですね。まあ前の時も出しましたけど、こちらの右目線とこちらの左目線の方向フェイス、こういう風に表情パーツついてくるのは、まあ従来と一緒ですね。で、交換方法がちょっとややめんどくさいって感じなんですね。というのも、前髪外します。で、いつものパターンだとこのままポンって取れるんですけど、この表情パーツのところにこうかぶさるような感じ、こう、これが表情パーツだとして、いつものやつだと四角くスコッと入って終わりなんですけど、これは内側にちょっとキュッと入ってるんですね。なのでこの状態じゃ入らないし、入ってたやつが抜けないっていう構造になってるんで、これ抜くときにはこちらのやつをここでグキッとかね、隙間を作ってあげて、広げてあげて抜くっていうね、こういう手間があります。で、今これ抜いて一応方向フェイスつけるんで、この状態でつけてあげて、この割れてるやつを戻すと、それから前髪パーツを取り付けてあげるっていう必要性がありますと。こうなってるんで、ここの部分を接着してしまうと、もう取れないという形になっちゃうんで、あらかじめ引っかかるであろうこちらの表情パーツのここのとんがってる部分ですね、これをもう見えない範囲で削ってあげて抜きやすくする。そうするとここの部分はまあ接着しちゃって OK になるという感じですね。そこがちょっとめんどくさいなって感じてしまった一つのポイントですね。はい。まあ、一応表情パーツ交換するとこういう感じにはできるんで、うん、ちょっとなんでこういう構造にしたのかなっていう感じですね。今までのパターンで良かったと思いますけどね。うん。一応こういう感じで交換はできるという形になっております。はい。ではですね、次にこちらパーツをつけていくというふうにしていきたいと思いますんで、まずは武装状態にするためにこちらから不要なパーツ、ちょっと抜いていきたいと思います。まず取るのが頭部パーツをここから抜きますと。で、いろんなパターンあると思いますけど、例えばこのね、ツインテ外してそこにメットパーツをかぶせた後にこのツインテパーツを戻すというのが結構あると思いますけど、今回はまあ表情パーツを除いてしまえばこのパーツ首ごと全部いらないです。いらないって言い方も変ですけどね、交換時には使わないんで、これ完全に丸々余ってしまうという感じですね。なのでこれちょっと避けときます。表情パーツは最初に使ってたね、この真顔のやつ、これを使いたいと思いますので、これはそのままっぽいですね。で、この髪の毛ツインテはこれだけ残しになります。で、今度ボディですね。このボディの方から首元のこのパーツを、ちょっとこれ外れちゃいますかね、これを抜いて、このパーツは使わないです。なのでこれは避けてしまう。胸パーツも同じくここから抜くと。で、ここのパーツですね、これ先に外す必要性があると思うんですけど、こう取ってこのパーツもここから抜きますと。で、これは使わないんで避けときます。一応素体の方から取るのはこんな感じかな。素体というか軽装モードからはこんな感じだと思います。で、ここで使うパーツをちょっと用意したいと思いますけど、まずはこちらですね、ヘルメット、そして武装時の首パーツで、首元のパーツと胸パーツですね。で、肩パーツを用意して、バックパックと、一応これが基本ですね、基本の部分となります。で、こちらの胸パーツとこちらの胸パーツ、これ何が違うかっていうと、パッと見私も分かりません。例えばここのピンの
刺さりそうな、このね、中央部分のへこみの部分が、こっちは埋まってんだけど、こっちが穴開いてるとかね、そういう違いでもなさそうなんで、で、胸の大きさもあんま変わんないっていうかね、全然違いがなさそうなんですよね。ここのところにちょっとラインが入ってるぐらいなんで、まあ、これぐらいの違いかなと思うんで、ちょっとね、外した時に混ざってしまうとわけわかんなくなっちゃうと思うんで、それだけ注意が必要かなというふうに思います。そしたらこれからね、つけていきたいと思います。まずこの状態で、まあ、胸パーツをここに、こうやって取り付ける。まあ、もともとついてたのと同じですからね。で、こちらのところに外していたこのパーツを差し込みますと。はい。で、ここで違うのが、ここの上のところに、このパーツですね。首元のこのパーツを、ここのところにガチャッとつけてあげると。はい。これでちょっと覆うような感じになるんでね。そして首パーツがこちらですね。このパーツを用意して、ここのところにザクッと刺してあげると。で、その時に、こちら逆にすると後ろ側にこう倒れちゃうんですけど、これ逆に前の方にちょっとこっちに倒れる方向になるようにこうつけてあげますと。そして後ろ回して、こちらのバックパックのパーツを腰のここのところに差し込んであげるよと。で、肩のところにはここですね。この肩の穴の部分にこちらのパネルパーツをつけてあげるよと。で、それはそのままね、刺すだけなんで問題ないですね。そして下げると。一応そういう風にした方が楽なのかな。差し込んで、まあ普通にサクッと入ればいいんですけど、ここに差し込んであげて入らないよって言ったら、こちらの角部分上に上げてあげれば、まあ一応刺しやすくはなるかな。はい。で、下げると。こんな感じですね。肩幅はこういう感じでつきましたと。で、ちょっと一点漏れてましたけど、こちらのヘルメットパーツ。こちら、ここのパーツを外してあげて、ここに仕込んで前髪ですね。これを外します。で、ここの部分をちょっとね、こう割る必要性があるんですけど、これパクッと割ってあげて、今ここに格納している、このパーツですね。これをさらに抜いてあげると。で、元の状態に組んであげると、ヘルメットの状態ですね。だから、先ほどちょっと出てた髪の毛パーツとか、その辺が丸っきり見えない、本当のヘルメットパーツですね。そちらを再現することができるというふうになっているんで、今のこの状態で、頭部をこっちにパチンとつけてあげて、これを脇に抱えるみたいな、そういうこともできるんで、一応そういうふうに、今まではできなかったんですよね。今回みたいな、こちらの、素体モードといいますか、軽装状態というか、こちらのこういうような頭部パーツが今までなかったんですよね。今までここに必ずこうついてたとか、マテリアはそのまま何もなしなんでいいんですけど、他のね、フレズベルクとか、ゴーライとか、スティレットとかね、必ずヘッドギアみたいな感じのパーツがあったんで、それが再現できなかったんですけど、今回はこれつけつつのこれをね、脇に抱えるとかね、そういうことができるように、まあ、ある意味区別されてるんでいいんですけど、組み替えがめんどくさいっていうのもあるんですよね。まあほとんどヘルメットのギミックはあまり使わないような気しますけどね。はい。一応今見たくヘルメットだけにすることもできますし、まあ、ヘルメットモードから終わったら、また同じくこちらをね、割って、ここの内部にこいつを仕込むと。で、前髪よって話なんですけど、今みたいな感じで、必ず分割するっていう必要性が必ず出てくるわけですね。これを見ていただくと、今この状態でね、こうやってますけど、本来はここに表情パーツを挟まなきゃいけないわけですね。で、今ここのところに、先ほどちょっと使用するといった、こちらのね、最初の表情パーツ。これをこういう風につけてあげて、これを下から上に対してざくりと入れてあげると。はい。こういう感じですね。そしてサイドですね。これをここのところにつけまして、反対もつけまして、はい。これでとりあえず、このパーツなしの状態の武装状態の頭部パーツができたという形になりますね。なのでまた表情パーツを取り替えるときには、このサイドのこれを外して、バコッと取って、表情パーツ取って、つけて、斜め下から入れて、起こして、サイドをつけるっていう。毎回この行動をしなきゃいけないんで、こちらのヘルメット状態だと、さらに表情パーツの交換がめんどくさいという形になっております。一応こういう風に、まあ、とりあえずつけたらですね、ここのところに頭部パーツを設けると。はい。こんな感じですね。そして、横に置けておいたこのツインテパーツをここに差し込んであげると。で、反対側もここのところに差し込んであげまして、そして、マスクパーツというかこのバイザーですね。これをここにつけてあげると。これで、はい。白虎の基本状態ですね。これが出来上がったという形になります。ちょっとで、ね、この顎っていうか、ここの部分が特徴的な感じですね。で腕周りに関しては基本的に可動範囲は変わらないですね。肘が曲がるとかは。ただ、
ツインテの位置の調整とか、特にここのガードですね、このあたりにちょっと干渉しやすいような感じがするかな。で、一応水平にした時とか、あとこれだけちょっと上に上げるとかいう調整もできると。まあ接続はピンなんでね、こういう角度調整も可能となっております。で、頭部がはいこんな感じですね。この接続ピンがそんながっちり刺さるわけではないんで、ちょっと外れやすいっていうのがあるんですよね。で、それに対してこのツインテパーツも外れやすいということなんで、ちょっと気になるな。私としてはこれバイザー、まあバイザーって言いますかね、こちらのパーツ私はなしの方がいいような気がしてるんでね。まず一応こういう風につけてますけど、可動重視とかね、見た目重視で考えるんだったら、まあ外してしまってもいいかなと。ただ白子らしさがね、やっぱなくなるかもしれないんでね、これはこれでありかなと。ただそうするとこの接続点がちょっと気になるんで、もうちょっと強い接続方法でも良かったんじゃないかという感じでしょうかね。一応こういう感じ、上はこれぐらいですね。で、下がさらにグッてやっちゃうと外れちゃうんで、今現在のマックスはこんな感じとなっております。はい、基本はこういう形ですね。で、武装関係がバックパックの方につけることができまして、こちらがハイブキャノンですね。で、ハイブキャノンが一応2種類っていうか、同じものが2つなんですけどね。で、これをここのところに差し込んであげて、ちょっとツインテにちょっと干渉しちゃうね。そこだけ気になるかな。で、この辺ぐらいで曲げてあげればちょうどいいかなと。はい、こういう風にできると。で、根元の部分がやっぱり接続がピンなんで、上下ですね、この上下しかできないと。だからちょっと斜めに向けるとかいう風にはできないんで、こういう感じとなってます。だから頭に干渉しそうだったら根元の部分でグッと下げてあげて干渉回避とかいう感じかな。で、さらにここで下げれるんで、この辺の調整はできるという形となってます。で、2個同じものがついてきてるというような感じになってるんで、反対側にもつけてね、ダブルでつけることもできると。で、その代わりに、これを外して、ここからですね、ここから外してあげて、こちらをここにつけてあげると。で、こうしたところの側面のところに、センサーですね、これをここにつけることもできると。で、このハイブキャノンの代わりに、これを取りまして、前回組んだ状態のままにしてますけど、こちらですね、ブレード。ブレードのここのところにこいつをつけてあげると、はい、ブレードをマウントすることができると。で、この状態で手に持たせることもできますし、反対側ですね、こっちの左側の分のマウントパーツもあるんで、センサーではなく、ちょっとそのままね、変な形にはちょっとなってしまいますけど、こちらのブレードパーツですね、これちょっと適当にちょっとやらせていただいてますけどね、こちらをここの部分に、まあ、こうやってマウントして、右側からハイブキャノンを出すという風な組み合わせもできるようにはなっております。なので、今みたいな形で行くんだったら、左にハイブキャノン、で、右にブレードみたいな感じで、そういう風に作ることもできると。まあ、ちょっとこう、まあ、イメージとしてはこういう感じですね。こう作ることもできると。はい。以上、そういう風に、まあ、オリジナルみたいな感じで組むことはできると。で、足のこのリボンですね。ここの部分の穴の広さっていうか、それも同じなんで、ここに変な話、センサーをこうやって設けることもできますしね。足の側面のここにも穴開いてるんで、ここのところに差し込んで、こういう風にセンサーつけるというね、自由な発想でつけることができるという風になってますね。ただ一点言えるのは、やっぱりこちらのリボンが弱いんで、パチンと引っ掛けると普通にポロッと取れるっていうのと、このツインテですね、こちらがちょっと干渉しやすいっていうのが気になる点の一つとなっております。で、手首をちょっと交換しますけど、こう外してあげて、こちらのね、銃持ちの手首を用意してあげて、こちらの部分に、このね、レーザーライフルを、まあ、いつもパターンですね、差し込んでひねるっていう。それはいつものパターンなんで、まあ、差してひねって持たせてあげまして、はい、こういう風にすることができると。で、こちらのレーザーライフルに関しては、こことこことこことこうですね、この4箇所を外してあげて、先端部分をちょっと短いね、やつに差し替えてあげるとハンドガンですね。そういう風に組み替えることができるっていう風になっております。で、邪魔くさかったらこちらを外してあげれば、こういう風にね、顔パーツも見えるようになりますし、私はこれの方がいいんかなと思いますね。で、この状態にして、こっちですね、右側にはハイブキャノン、左にこのね、ソードをつけて、手にはレーザーライフル。それが私の中でのスタンダードな感じがちょっとしますね。うん。こちらに関してはやっぱり新規素体ということで、なかなかよろしいんじゃないかな。素体としての完成度もかなり高いんじゃないかなというふうに思います。ただですね、一応説明書の方に載ってる素体モードっていう量は、こちらはね、つけてなければ軽装モードのような感じもするんでね、どこからやっぱりね、腕、足、持ってきて軽装モード、そちらちょっとね、やっぱ素体モードか、をちょっとやりたいというふうに思っておりますけど、
今度ね、そちらから腕と足を持ってくるともう一個の方がちょっとね成立しなくなってしまうんで、できればねもう500円か1000円ぐらい高くてもいいんでね、腕パーツと足つけて欲しかったかなという感じでしょうかね。はい、今後ねこちらのね白子絡みのやつがまた出るようになれば、こちらの色変えとかね、それが今度いっぱい出てくるような感じになってくるんじゃないかなと思われる、まあ第1弾みたいな感じだと思いますんでね、今後の展開も非常にまあ期待していたいと思いますけど、新作が今のところあまり出ないんだよね。相変わらず色変えがちょっと多いかなという感じなんでね、新しい新規ものがちょっと出てほしいかなというふうに思っております。はい、ということで、今回含めて全3回でお送りしました。フレームアームズガールの白子。フレズベルクとかと比べてパーツ数は非常に少なく組みやすかったですね。うん。ただ、そちらね、ボリュームあるやつを結構組んでたとすると、ボリュームがちょっと足りないかなっていう感じがありますけどね。造形は素晴らしく良かったんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで次回ですね。次回は、以前紹介した、これぐらいかな。のガチャガチャっぽいこんなサイズのものをちょっと紹介するのと、まあそのさらに先にね紹介するやつをまあいろいろ絡んでくる、そんなやつをちょっとね一体やりたいと思っております。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。